バンダイさんすいません、舐めてました。輝けフラッシュレッカー。いやー、ついにこの日が来ましたね。皆さん、これが初めて手にする立体のウルトラマンデッカーですよ。デッカーの世界最速レビューは叶いませんでしたが、このソフビを語るなら今やるしかねえ。その新番組ウルトラマンデッカーとは、ウルトラマンダイナのリブート的な作品で、主人公アスミカナタがウルトラ D フラッシャーで変身します。今回の初回生産分には、カナタがウルトラ D フラッシャーと共に使用するウルトラディメンションカード、ウルトラマンデッカーフラッシュタイプも付属されていました。この右下の漢字一文字は属性になるんですかね。その横の数字はステータスですね。この7って数字が気になりますけど、それにしても一番特徴的なのはこのデザインですよね。頭と胸のこの宇宙に広がるアンドロメダ銀河みたいな、この独特な模様、さすがに500円サイズだったら紫一色だろうなと思ってたんですけど、いやーすいません、舐めてました。そうなんですよ、この胸の塗装が意外と頑張っててびっくりしました。去年のトリガーも胸の彫り込みがすごかったですもんね。バンダイの本気度が伺えますね。ウルトラマンダイナと比較してみましょう。フラッシュタイプ、使われている色はダイナと同じ赤と青。特に腰から足にかけてのラインが非常によく似ています。しかしよく見ると線の太さやラインの間の太さが微妙に違います。あとはこの左手のプロテクターですね。多分今までの主役ウルトラマンでこんなプロテクターなかったですからね。これが本編でどんな活躍をするのか、それとも全く無意味なのか、それは今後わかることだと思います。今回はまさに首から下は左右非対称って感じですね。他にもダイナは身長55メートル、体重45,000トン、デッカーも身長55メートル、体重45,000トン。ダイナにはフラッシュ、ストロング、ミラクルの3タイプがあるのに対し、デッカーにもフラッシュ、ストロング、ミラクルの3タイプがあります。ダイナの必殺技はソルジェント光線に対し、デッカーはセルジェント光線。どんな構えで打つのかも気になりますね。そしてダイナがリーフラッシャーで変身するのに対し、デッカーはウルトラ D フラッシャーで変身します。このウルトラ D フラッシャーにウルトラディメンションカードを装填することで、タイプチェンジや固有のワンポイントリリーフ技も発動できると公式ホームページにあります。ここがダイナとの違いであり、デッカーの一番の特徴ですね。このデッカーが本編中で躍動する姿を早く見たいですよね。新怪獣もおもちゃサイトではちらっと出てきてますけど、公式発表されてないので、どんな怪獣が出るのかとか、あ、そうそう、今回もガッツセレクトが出るそうで、有人飛行になったガッツファルコンやナースデッセイ号、あとガッツセレクトのメンバーがデッカーとどういう風に絡んでいくのかとか、いろいろ楽しみ要素が多すぎて、今年は最初から最後までクライマックスになりそうですね。ここまで見ていただいてありがとうございます。今後もダイナやデッカーの装備を特集していきますので、面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。